配信するよ。あ、す、不要になっちゃった。するよ。あ、するわになっちゃった。するよ。よし。ポスト。ポストできてますかね。できてるかな。唐揚げ配信はしないです。こんばんは。あ、はじめましての方たくさんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ギフトありがとうございます。ハートとバラと。何これ新しい。うわ、ハイビスカスと。これは何だろう。マイクかな、水色のマイクかな。ありがとうございます。うわ、タワー。タワーありがとうございます。びっくりした。何だろうこれ。新しい。初めて見るタワーだ。ペンギンの。ありがとう。ペンギンでいいのかなこれは。ありがとうございます。ありがとうございます。タワー、ありがとうございます。すごい、こんな、しょっぱなからもありがとうございます。タワー、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは、こんばんは。かわいい。この星のギフト、ありがとうございます。星のギフトと、ハートと、ありがとうございます。すごい、もうコメントが、すごい流れていっちゃう。はぁ、あ、ジュース。夏のジュース。ありがとうございます。タワーは先ほどは、あ、頑張れとさんありがとうございます。イエーイ、ありがとう。頑張れとさんありがとうございます。チョケンさんありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ハートありがとうございます。マイク、水色のマイクありがとうございます。はい、ということで今日は、あ、お久しぶりです。皆さんお久しぶりです。ハートありがとうございます。星ありがとうございます。ということで今日はお久しぶりなのでどうもって感じで今日はカラオケ配信したいと思います。なんとね、あのカラオケ配信、使える楽曲が48グループだけだったんですけど、最近あの坂道さんのグループだったりとかイコラブさんのね楽曲を使えるようになったということで、祝、めっちゃ嬉しい。なので今日はちょっと48グループ以外の曲を中心に歌っていけたらいいなって思います。お願いします。楽しみ。なので皆さん何かちょっとね、私もまあ歌える曲が限られてるんですよ。結構そんなすごい全部知ってるわけじゃないから。なのであの皆さん何かやってほしい楽曲とかあったらコメント欄に書いてください。それでできるものあればやりたいと思います。こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。あ、ハイビスカスありがとうございます。何かありますか皆さん。あ、歌えるかな歌えるかな。ちょっと待って、うん、はっはっはっは、虹色の星ありがとうございます。虹色の星ありがとうございます。あー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 、なるほど。皆さんちょっといっぱい選んでいただいて、いっぱい選んでいただいて、やばい。どうしようかな。よし、じゃあこれにします。あ、待って、カラオケ、あ、これか。よし、知らない方もこれを機にぜひ知っちゃってください。あ、アーティストとか、あ、アーティスト、あ、あ、出てきた。これ難しいですね、選ぶの。ちょっと待ってくださいね。これをどこにあるかな。
これだ、あったってことで歌っていきたいと思うんですけど、あ、タワー、タワー届いてる、もしかして。タワー、タワー、タワー届いてますかね。タワー届いてるかな。あ、届いてない。あ、めっちゃタワーのように見えちゃった。違うか、タワー立ちました。やっぱりどなただろう。え、待って、あ、タイムラインにない。待って、どこ。あ、皆さんありがとうございます。ギフト、ハート、星、ハイビスカス、マイク、ジュース、ありがとうございます。え、どなただったんだろう。音符ありがとうございます。え、やっぱそうですよね、立ってましたよね。はあ、ごめんなさい。あ、え、うん、ガンバレットさんかな、ペンギン DJ タワー。あ、でもそれさっきかな。え、わかんない、どっちなんだろう。どっちなんだろう。違うか、違うか、よかった、私の見間違いかな。あ、オッケー、1本だけ。あ、よかったよかった。もうなんかここに2本くらい見えちゃった、重なって。オッケーです、ありがとうございます。じゃあ歌います。いや、知らない方はあのこれを機に知ってください。ぜひ、すごいいい曲いっぱいなので。皆さんはあの、じゃあ私がこれ歌い終わったら次何がいいって聞くので、その時にあの46さんとかイコラブさんとかの、私は多分歌えるので、その2つのグループだったら歌えるので、何かコメントに書いてください、曲を。じゃあ歌います。ということで、1曲目は青春サブリミナルでした。サブリミナルでした。この曲大好きなんです。いい曲ですよね。さっきお昼寝しすぎて高い声が難しい。よし、頑張ろう。あ、あ、はは、オッケー、頑張ります。お昼寝した後って歌えないですよね、なかなかね。頑張ります。え、じゃあ続いて何歌おうかな。そう、お昼寝しちゃいました、寝ちゃった、えへへ。最近よく寝ちゃう。何がいいですかね。でも私が歌いたい曲があるんですよね。ちょっと待ってくださいね。私が歌いたい曲があって、もう知ってるかな皆さん。この前もカラオケで歌ったんですよ、これ。この前もこれカラオケで歌って、じゃあこれをお聴きください。皆さん知らなかったらあのいい曲だなって聞いてください。はい、いきます。
を見上げた時、君に会いたくなった。この空が鳥が私の会うただの友達、君に勧められた映画の半券手帳になんとなく挟んだ。向かいのホーム、君と目が合った。急行二人のましたね。今タワーマイケルさん、タワーありがとうございます。タワータワー嬉しい、ありがとうございます。最後の感想で、お、出た、タワータワーと思って、ありがとうございます、ありがとうございます。タワー嬉しい。ということで2曲目は、何でしたっけ、これ
あ、このサーがトリガーでした。ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい。この曲はもうめっちゃカラオケで毎回絶対歌う曲ですね。何がいいですかね他。じゃあ続いて、あら待って、私間違えた、あれ、ジャンマッサーさんでした、すみません。ジャンマッサーさんありがとうございましたわ、すみません。ジャンマッサーさんありがとうございました。やばい、最近ここ見てると見えなくなってくる。ありがとうございます、ダメだ、視力が落ちてきちゃってるよ。ありがとうございます、ジャンマッサーさんでした、ありがとうございます、ごめんね、ありがとうございます。よし、さあ次は何がいいですかね。あーいいですね、待って、もうイコラブさん続きになってしまう。坂道さんも歌いたいけどどうしようかな。あ、いい、あ、いいですね、いいです、ちょっといい、いいの見つけちゃいました、いいの見つけちゃった。これにします、私は今日、今日とか今日、今日これにします。よし、夏にぴったり、うん、めっちゃいい。よし、これにします、いきますね。どうやって出してくるんだろう。歌えないので以上です。サマーチョコレートでした、大好きサマーチョコレート、サマーチョコレートめっちゃ好きです、ありがとうございました。いい曲ですよね、この曲も可愛い曲、ありがとうございます。ということで3曲目はサマーチョコレートでした。あら、タワー、あ、タさんありがとうございます。タワー、クマちゃんだ、サングラスかけてる、かわいい、ありがとうございます。すごい、一曲歌うごとにすごいタワーいただいちゃって、もうありがとうございます、嬉しいです、ありがとう、ありがとうです、ありがとう、ありがとうです。さあ皆さん続いて何がいいですか。何がいいですか。ありがとうございます、音符ありがとうございます。あーいいなー、いいけど歌えないっていうのが悔しい、歌えないというかあんまり歌詞を、曲がちょっと曖昧なやつが多くて、あー悔しい、あ、いい曲ばっかりいっぱいあるのに歌えないよ。あーいい、あーいい、でもそう、ちょっとネタバレしちゃうと、そう12秒、12秒、いや、あの
でも、HKT さん、48さんの12秒めっちゃいい曲なのに、自分がうまく歌えなさすぎてカラオケで一人でう歌えないってなってました。歌えないよ。あ、じゃあこれにしよっかな。でもこれ歌えるのかな自分。いやでも一回やってみようかな、きっと皆さん。これ歌ってみようかな。じゃあそう、12秒めっちゃいい曲ですよね、私も大好きなんですよ。なのに歌えなかったんです。歌えなかったというか、あ、ごめんなさい、固まっちゃった、さっき、ごめんなさい。ハートありがとうございます、星ありがとうございます。そう、じゃあちょっとこれ歌いますね。よし、ちょっとやっぱ認知度高い曲歌っていこうかな。でも歌えるかな。いや歌える、一番だけ歌ってみます。悲しい出来事があると、僕は一人で夜の街をただひたすら歩くんだ。背中丸めうつむいて、行くあてなんかないのに、雑踏のその中をさまよう。 Keep going。すれ違う見ず知らずの人よ、事情は知らなくてもいいんだ。少しだけこの痛みを感じてくれないか、信号待つ間にちょっとだけ時間をいいかい。この気持ちがわかるはずだ、シンクロニシティ。きっと誰だって誰だってあるだろう、無理に気づいたら泣いてること、理由なんて何も思い当たらずに涙がこぼれる。それはそばにいるそばにいる誰かのせい。言葉を交わしていなくても心が勝手に共鳴するんだ。愛を分け合ってハモれ。ごめんなさい、なんか不調でした。最近スマホ不調すぎてごめんなさい。まあでも一番歌えたしカラオケがまた真っさらになっちゃった。まあってことでシンクロニシティでした。本当は全部歌おうとしてたんですけど、すみません。最近スマホめっちゃ不調で、なんかすぐ固まったりすぐ電源落ちたりしちゃうんですよ。ごめんなさい、ごめんなさいね。でも聞けたということで、一番が、はい、シンクロニシティでした。ありがとうございました。どうでしたか。この曲もめっちゃ好きです。じゃあ続いて何歌いましょう。夏曲がいいですよね、やっぱり。夏曲めちゃ、夏曲あれがいいな。でもイコラブさんになっちゃうかも。また私イコラブさんの曲がすごく好きっていうか、まあ、本当にどのアーティストも好きなんですけど、夏曲を歌いたいな。やっぱこれにしようかな。皆さん知って、知らない方いらっしゃったらイエーイってしてください。じゃあ行きます。あ、ガルルもいいな。ガルルいいな。ありがとう。スンスンスキチュチュチュ、
とちょっとならない I love you 頑張ったら週末だねラミーやっと今日は金曜日デイジーダッシュ決めました So hey 実は I do see you 君も同じですがもうじゃんじゃんかき鳴らそうラブソング会えない間かきためたんだデュエットしようご機嫌で君君助けるハートが熱い日差しにやれる一緒に溶けていなくなんないで We can see the room ということでウィークエンドスターンでした。この曲も好き、めっちゃ可愛い曲ですよね。ねシトロンいいですよね。ガルルいいな。ガルズルルいいですね。ガルズルル歌おうかな。歌えるかわからないけど。あありがとうございましたわ。あタアさんありがとうございます。エッチータありがとうございます。すごいもう歌うごたびにありがとうございます。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとうございます。ということでよし、なんだっけ、あーそうガルルね。ガルルいいですね。さもりさんありがとうございます。海岸線をバスは進む空は高気圧これが最後の夏だから部活のメンバーと思い出作りの合宿前回にした窓から潮風に乗って波音が近づいてくるバスタオルを巻きつけて10秒で水着に着替えよう何でも見せ合える中じゃないか ガルルでした。そうめちゃ卒業って出てきてあ私やってなりなっちゃって今 ありがとうございます。でもやっぱ歌曲といったら乃木坂の、あくまさんありがとうございます。かわいいくまさんが今バーって流れてありがとうございます。やっぱ夏曲って言ったらやっぱそうですよね。
夏曲ね。よし、じゃあ今度はなんだっけ、あの曲、あの乃木坂さんの、結構知ってる方もいらっしゃるんじゃないかな、うん、歌曲歌おうかな。あ、卒業曲もいい、歌いたいな。うわー、歌いたいもの多い。じゃあ歌います。Keep
ということでありがとうございました。きっかけでした。この曲大好きなのですけど、ちょっとラッサビの音程合ってたかな、なんかちょっと違った気がする。今歌っててなんか違うかもしれないと思いながら歌ってたけど、はい、どうでしたでしょうか。私あんまりこの曲歌ったことなくて、結構本当に数回目くらいだったんですけど、大丈夫かな。あ、そう、大丈夫かな。あ、そしてタワーありがとうございます。あ、落ち着こう。先ほどねクマさん10個だったので、多分タワーとね同じくらいの価値なので、ジャンマスターさんありがとうございました。これタワーです。つまりもうクマタワーがわーって感じで、クマタワーってことでありがとうございます。そしてタワーさんもありがとうございます。タワー嬉しいですありがとうございます。え、待って、横浜市民さんもですかね、これは。あ、横浜市民さんもかな、これはいいのかな。そうだよね、多分金、あの多分、うん、そうだよね、価値的には。ありがとうございます、皆さんありがとうございます。いっぱい嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございます。きっかけどうでしたか、大丈夫だったかな、ちょっと心配だなはい、ということで、ですっごい最近よくカラオケで歌う曲があって、ちょっとねさっきから慣れない曲ばっか歌ってちょっとねあれだったので、すごく好きな曲があるんですけど、それをちょっとね歌おうかなって思いますこの曲ばっかり歌ってます。歌いすぎてなんかこの曲しかないんじゃないかみたいな、自分ちょっと何言ってるか分かんないんですけどはいということで、じゃあI'm not afraid.
私は眠れずに動けないまま薄い香を吸いで思い出す君のぬくもり私のことを指さして笑った朝に感じる音だって好きだよのミドル全部欲しいのに誰かをまだ思ってる君です淡い顔に熱い体温に溶けて君がいるみんなは知らない特別に酔っていた見ないで君が好きよ夜に会いたくなるのは君だけで終わりに向かって愛のように落ちる恋でもいい私だけ知らない横田部さんのラストノートしか知らないでした。この曲本当に難しいんですけど結構好きなので大好きなので歌わせていただきました。あ、タスさんすごいありがとうございます。最高ありがとうございます。すごいありがとうございます。ありがとうございます。はい、ラストノートですね。ダルマハートありがとうございます。バラありがとうございますハートもありがとうございます。絶対アイドルやめないでずっと輝いてる君を見たい。もうずっとずっとずっとステージにいてわー私がもしこれ歌いたかったけどカラオケないんですよねこれはあ、そう、これはねカラオケないんですよ。ちなみにそう、私がもし君のこととこ離れたなら君はちょっと寂しくなるかな意地悪考えるそうないんですよこれ歌いたかったんですけどないんです。ってことでなんかちょっと気休めにたまにはたまにはというかまあ今までたくさんあのね歌ってきたので48グループいいかなとも思ったんですけど今日はちょっと歌おうかな気休めに。え、待って、ホログラム入ってないんだ。入ってないのホログラムは。うわー、そんなことある。そんなことある。そうなの？あ、じゃああれ歌います。はのもうあのなんて言うんですか、なんて言うんですかとか言ってあのこれ歌わないと夏来ないよねみたいな、私の中ではね。好きなんだ。
しいくらい鮮やかな真っ青な海と晴れた空も太陽から逃げられない。いつものグループみんなで泣きさで騒いでバーベキュー、あいつと彼女はいい感じだね。ね、多分横浜市民さん投げてくださってたかな、ありがとうございます。ありがタワー、ありがタワーです。そしてたくさんのギフトもありがとうございますね。いい曲ですよね、めっちゃわかります。あーいい、めっちゃいい曲あった、そういえばそういえばとか言って、そういえば私歌ってない曲がありました。めちゃくちゃこれはちょっと皆さん泣いちゃうんじゃない自分でこれはちょっと皆さん泣いちゃうんじゃないって曲をちょっと歌っちゃおうかな。
2番歌えないです2番歌えないです。ちょっと2番歌えないですね。2番歌えないし、ワンハーフしか歌ったことないんですよ。すいません。すみません。はい、ということでさよならの意味でした。まあね、ちょっとね、老婆になっちゃった曲はね、次は完璧にしてきます、はい、次歌うときは、歌うかも分かんないけど次いつか歌うときはね、完璧にしてきます。うん、いい曲ですね。何歌おうかにゃー、何がいいかな。48グループ歌おうかな。じゃあ、あー、いいいいですね。何か聞きたい曲ありますか。46でもいいけど、あ、いい、あ、待って、めちゃくちゃいい、あ、いい、うん、いい、あ、歌えない曲が悔しい。好きなのに歌えない曲がいっぱい。はあ、いいですね。あ、いいですね。あー、いい、いい、あー、いい、あー、いい、うん、あー、いいですね。でもカラオケにない曲多いな。そっかそっか、うん、涙で文字が押せませんってコメントしてる時点で押せてるじゃないですか押せてるじゃないですかう
待ってめっちゃこれ歌いたかった。いいですね、ちょっと待ってください。めっちゃいい。でもあるかわかんない、なさそう。あったあった。いや皆さんツアーできっと聴いたであろうこの曲です。これどうしてもやりたかったのに、もうやりたかった。波乗りがけどもにあなたが好きなもの見つめには私を好きになって青い海を滑る得意げなボートが砂浜忘れてるよ。大きく手を振ったのにまるで気づいていない。自由な飛び魚だね。ちょっぴり拗ねたふりして愛を促して背中でも焼こう。誰か手を貸してさ、オイルを濡れない好きなもの他の何か目に入らない。波乗りが軌道にあなたが好きなもの見つめには私を好きになってね。夏が終わる氷でした。イエーイ。うん。はい。ということで、歌いたい曲あるんですけど、あと私的には2曲歌いたいんです。
2曲これ歌いたいなっていうのがあるんですけど、うん、いいですか歌っても、いいですか歌って、これは多分知ってる方もいらっしゃるんじゃないかな結構。え、でもこれ2番またさっきみたいに歌えるか怪しい、1番だけにしとこうかな、ちょっと、うん、いきますね。抱えてた紙袋が破れてラフランスが転がった、不意のさよならなんて心の端っこから落ちた、予測できないハプニング、一部始終を眺めてた道のこっちで、冷静すぎたことがダメだったんだ、もっと感情的に僕が走れたら、そうバスの時間に間に合った、優しさとは何なんだろう、君に駆け寄る速さか、それとも下のミラーを一緒に拾うことか、愛の意味とその価値を僕は考えたけど、答えが見つからなくてただ歩くしかなかった、だけど君は淡々とアスファルトにしゃがんでラフランスを集めてた、取り返しのつかない失敗してしまったように、周りのみんなは哀れんだ、急に相談されたってあいつ中って話を聞くぐらいで逃げてただろう、愛を客観的に語ることなんて、そう今の僕にはできやしない、優しさとは何なんだろう、君を慰めることか、あるいは涙の訳を何も聞かないことか、今更どうすればいいか誰か教えてくれよ、正しい答えじゃなくて今信じられることを、声をかけないまま君を見送るだけ、その方が僕らは幸せなんだ、小さな後悔で時が過ぎてゆくのならば、思い出すのはやめにして、孤独を選ぼう、優しさとは何なんだろう、君に駆け寄る速さか、それとも下のミラーを一緒に拾うことか、愛の意味とその価値を僕は考えたけど、答えが見つからなくてただ歩くしかなかった、優しさとは何なんだろう、君を慰めることか、あるいは涙の訳を何も聞かないことか、今更どうすればいいか誰か教えてくれよ、正しい答えじゃなくて今信じられることを、ということで優しさとはでした。
もうこの曲には助けられてばっかりですよ。いい曲なので本当に。あー、いたたたた、足足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 足。そう、ありがとうございます。よいしょ、タワーが来てましたね。あー、またタワーが、ありがとうございます。タワーちょっと待ってください、見えない。どれだろう、下に行っちゃったかな。あー、消えちゃってる。タワーありがとうございます。どなただろう。今はテラちゃんさん、ありがとうございます。タワー待って、さっきからいっぱいタワー届いてたのに。あ、待って、カオルさん、カオルさんもタワーありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、あのタワーくださった方、ちょっと挙手お願いします。挙手やばい、挙手お願いします。ギフトもたくさんありがとうございます。足がつっちゃったよ、ありがとうございます。タワー、よし、よし、ギフトもたくさんありがとうございます。全部見ながら歌ってます。あの子コンプレックスとか歌いたいけど悩んじゃうな。皆さん何か歌ってほしい楽曲ありますか。かっこいい曲歌ってないし、それもいいかも。うん、あ、何曲か歌います、あと。うん、よし、じゃあ、あの子コンプレックス歌って歌って最後の曲でもいいけど、いやでもな、ちょっと皆さん、あの子コン、あ、今日の趣味はそばじゃないです、ちなみに。今日の趣味はそばじゃないですよ、皆さん。何かをお楽しみに。はい、じゃあ、あ、アイドルなんかじゃなかったらいいですね。アイドルなんかじゃなければいい曲。まあちょっと、でもまあ私のね、大好きなあの子コンプレックスをね、聴いてください皆さん。いい曲なので。
はい、ということで、何でしたっけ、これ今日あの子コンプレックスでした。ありがとうございます。うん、めっちゃいい曲、めっちゃいい曲ですね。なんかめちゃくちゃなんかあのうまく歌えなくて申し訳ないです。あー、タワーっぽい、ポタっぽいっていうか価値がタワーと同じの横浜清水さん、ありがとうございます。楽しみ、ありがとうございます。よし、ありがとうございます。ということで、そんなことないよ、そんなことないよ、僕はそう思わない、どんな君だってなんだっけそんなことないよ、さあ、最後にしちゃいます。次でいいんですか、最後で。ね、日向坂さんの曲もね、いいですよね。いいですか、皆さん、最後の曲いっちゃって。皆さん、まだこれやってほしいとかありますか。あ、時間的に、あ、もうそんな時間なんだ。結構やってた、長い間。いいんですか、皆さん。いいですか、やり残した曲ないですか。やり残した曲やばい、やり残した曲ないですか。あ、1時までなので時間は大丈夫ですよ。1曲目は、青春サブリミナル歌いました。あ、ギフトたくさんありがとうございます。うん、歌えなくて申し訳ない曲ばっかり、いやー申し訳ない。現役アイドル中めっちゃいい。いつまでも好きでいて約束よ、好きだ。いいですね。でも多分あんま歌えないかもわがままなお願いね、みんなのものでいたい、それでも私のこと好きですが、大好きだ。そう、小説がカラオケにないんですよ。あ、センチメンタルドリームめっちゃいい、めちゃくちゃいいですね。ねえねえ教えて、あたん今日も来い、来いよ。うん、あの曲ない。私がね、皆さん覚えてるかわからないんですけど、私が非公式チャンネルでカラオケ大会をした時、覚えてる方いらっしゃいますかね。いや、もしかしたら知らない方もめっちゃいるんじゃないかなって思うんですけど、多分結構前、かなり前なんですけど、その時に歌った乃木坂さんの曲わかりますかね。その曲を歌おうかなと思います。その曲はめっちゃ歌詞が良くて、私がすごく大好きな楽曲なんですけど、その曲を歌います。歌詞聞いててくださいね。
ということで、もし君がいなければという楽曲ですね。乃木坂46さんの曲です。ちょっとラストミの音程はめちゃくちゃ怪しかったんですけれども、久しぶりだったので歌うのがすごい好きな曲でした。さっきからめちゃくちゃ怪しい曲ばっかりで申し訳ないんですけど、多分合ってます。夢は終わってた、諦めてしまう方が楽だった、いつだってそばにいて、だから多分合ってる気がする。はい、そんな感じです。あと何がいいかな。好きな曲ばっかだな。どうしようかな。どうしようかな。あ、ソロコン、そう、ソロコンサートでのはね、歌もきっと歌うので、歌も歌う当たり前なんですけど、歌は、あ、待って待って、タワーありがとうございます。推ししか勝たんタワー、え、何それかわいい。あー、横浜市民さんありがとうございます。ありがとう横浜市民、タワーありがとうございます。推ししか勝たんタワーかわいい。あ、そう、これ懐かしいペンライト、そうなんです、昔よくキラキラさせてた。今しかない、後にはない、今の逃げ、あ、なんだっけ、ガラス窓に映った現実に、うん、何歌おうかな、何がいいですか皆さん。すごい初見さんたくさん来てくださってる、ありがとうございます初見さん。はいね、スタートオーバーはでも一人で歌うの難しすぎるので、ちょっと、そうそうそう、君は何か夢とかあるのかい。あー、なんか全部見たく聞いたことあるのに名前は歌えないという、難しい、もう申し訳ないです。うん、あり。みんなには何がありなのか分かんないのに自分だけありとか言って申し訳ないんですけども、これはねめっちゃ好きなんですよ私。これもねめっちゃ好きなんですよ。歌えるか分からないかの一番だけ歌いますね。制服のマネキンでした。めちゃかっこいい曲ですよね、いい曲。今めっちゃ考えてました、何歌おうかな。これ歌います。やっぱみんなが盛り上がる曲をね歌うのが私の使命でありますので、きっとこれは皆さん知ってるはず、絶対に。どうしよう、これで
なかったら、いや絶対ある気がする。とある、あった、あ、ちなみに今日はあの48グループ以外の曲が大量になった記念ということで、結構なるべく、結構46系とか3系とかイコラブ3系多めに歌ってるので、そうそうそう、あれミレイちゃん今日48歌わないのあんまりって思った方、はい、それだ、それをはい、思ってくださると嬉しいです。うん、うん。キュン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 どうして、キュン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 どうして、 I just falling down with you。 キュンキュンキュン切ない、キュンキュンキュン切ない、 You know I can't stop loving you。 Sundayなんで聞かないで、 Tuesday きっと理解できないだろう、 Wednesday 毎日、 Thursday 見かけて、 Friday 思い続けてきた Saturday。 もっと会いたい、なんで不思議だ、きっと僕は声をかけられない、目と目合うと胸が締め付けられる、その仕草に燃えちゃって、あっという間に虜になった、せいで君みたいにほんの一瞬でビリビリしたよ、何もなかったようにさりげなく遠い場所から見守っていよう、そんな思いさえ気づいていない、余計に君を抱きしめ、ありがとうございました。キュンでした。この曲は息継ぎが大変ですね、一人で歌うと、ということでキュンでした、ありがとうございます。これあれですよね、なんかアーティストさんの曲歌えないのきついですよね、歌えないんですよ多分アーティストさんの曲は、決まってて、グループさんが、そう、歌えるグループさんが、そうそう、悔しいですねそれは。うん、あー、そう46、そう今までダメで、そう48だけだったんですよ、そう、そうなんです、申し訳、あ、あらタワーありがとうございます、あ、待って、タワーと同じ価値のが、キビタンさんありがとうございます、タワーです、同じ価値なのでタワーです。あと どなただろう、なんかいらっしゃった気がした、ちょっともう、あの流れてっちゃってね、申し訳ない、あのタワーした方、あのいっぱい挙手してください、ごめんなさい見つけれると思うので、そしたら48、46、イコールラブさん、ノットイコールミーさんとかなどなどです。でも私が歌えるのはこの4グループだけでしたね。そう、すごいタワーいっぱいいただいていて、ちょっと見えづらくて申し訳ないです、ちょっと見えてるか、そうダメだったんですよ、ね、じゃあ皆さん、じゃあこれでいきましょう、かわいい系が聞きたいか、かっこいい系が聞きたいか、バラード系聞きたいか、ちょっとコメント欄にて多いやつにしよう、
もうめっちゃ割れてる、やばい、めっちゃ割れてる。あーわわ、可愛いとバラードが多いかな。え待って、可愛いとバラードが多いな。あでもかっこいいもあるな。あかっこいいもあるな。おお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 お、めちゃくちゃ割れてる。わうわう。あーバラード可愛いがやっぱ多いかな。でも投票します。確かに投票機能楽しいし、投票しようかな、せっかくだし。投票しようかな。じゃあ1番が可愛い、2番がかっこいい、3番がバラード、ドン。1番可愛い、2番かっこいい、3番バラード。1番可愛い、2番かっこいい、3番バラード。1番可愛い、2番かっこいい、あかっこいい、3番バラード。1番かわいい、2番かっこいい、3番バラード。 ありがとうございます。1番かわいい、2番かっこいい、3番バラード。じゃああと25秒にしようかな。14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了。カンカンカン。あこれでいつ終了するんだろう。あれ、かわいいが一番多いですね。ということでかわいいじゃ歌います。かわいい、かわいい曲、かわいい曲。かわいい曲なんだろう。かわいい曲、かわいい曲、かわいい曲。いやまあいっぱいあるけど、かわいい曲なぎさ、どれか一個って言われると難しいな。さとかわいいけど歌えないんです、申し訳ない。うわ練習しとけばよかった。悲しい。あれにしよっかな。いやアシュキピーかわいいですね。でで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 、じゃあ上がりました。あー待って、歌が思い出せない。あれあれにしたかったのに、待って歌が思い出せなかった、悔しい。ちょっと待ってくださいね。確かにフルーツチッパーさんとか歌えたらよかったのにな。最近あれもあれです、ときめき宣伝部さんの最上級に可愛いのをよく歌っているのに歌えないのが悔しいですね。カラオケ多分ダメですもんね。多分ダメですよね。そうですよね、申し訳ないです、悲しい。あカラコンウィンクもあれなんですよ、寂しく歌えないんです私。カラコンウィンク外あなたに。じゃあよしこれにします。よし出てくるかな。ありましたねこれ、この曲あったんだカラオケ。さっき歌ないと思って歌わなかった。よいしょ。
ということで現役アイドル中でした。可愛い曲ですねこの曲も。可愛い曲。うわめっちゃ歌いたい曲あった。ちょっと待ってください。めっちゃ歌いたい曲あったけどこれ皆さんが知ってるかなって感じだからな。あ待って、めっちゃエモい歌歌っていいですか。ちょっとめちゃくちゃエモい歌を歌います。これはそうですね、まあ話せば長くなるんですけど、私の同期でね、すごく仲良しな子がいたんですけど、その子と歌いたいねって卒業公演で、その子卒業公演の時にその子と歌いたいねって言ってた楽曲で、まあ結局ダメ歌えなかったんですけど、2人でデュエットして歌う曲で、本当歌詞がめっちゃいいんでちょっと聞いてください。うん、夜空流れる奇跡の光、やっと気づいた、ポニーテールが瞳に映る時ハッとしちゃうんだ、揺れるリボン。出会ったのは4月でまだ少しだ寒かった、空いてるで渚かける君がまとう釘さえキラキラしてて、追いかけても遠い、この感情を人はどう説明するの、これはきっと恋ではなくて君の見てる景色、感じる風の速度、羨ましいか、ちょっと凍って拗ねた顔、ああ君を深く知れば知るほどに自分がもう嫌になる、誰よりも素直なとこ、誰よりも大人なとこね、ずるいなってどこか思ってた、その眩しさはないけど伝わってるよ、ずっと出会った日から猫みたい目が離せない、犬みたい人懐っこい、ああ初めてだよこんな気持ちは、親友とも違って何でも器用にできるとこ、努力家で真面目なとこね、だからだよ長い道進み続けた、そうやがて輝く光のつぼみ、そっと膨らむ二人が出会い、ぶつかった瞬間その笑顔、ちょっと
ということで、これが歌いたかった曲です。流星群でした。この曲はもう本当に大好きですね。はい、まあ、そんな感じです。よし、じゃあそろそろね、終わりの時間が近づいてきたということで、何歌おうかな、まあ、バラード1、まあ、投票がね2個2つ目だったので、バラードと最後1曲やって終わろうかなって思います。よし、うん、でもバラード何歌おうかな。何歌おうかな、バラードね、バラードか、何がいいかな、何がいいですか、バラード。あー、虫バラはちょっと今歌えないかもしれないです。ごめんなさい。ごめんなさい、ちょっと虫バラは今歌えないかも、申し訳ない。ね、そうですね、思い浮かばないですよね、バラードって言われて何がいいかな。よし、まあ閉めちゃうかな。そう、しずく、そう、しずくないんですよね、残念ですよね。よし、締めの歌歌っちゃおう。あ、きっかけもうね、さっき歌っちゃったんですよ。乃木坂のバラの曲めっちゃいいんですけど、全部歌っちゃったんですよね、汗汗。あ、これだけ歌って終わろう。これともう一個あのその締め歌って終わっちゃおう。ちょっと多分みんな知ってるし、多分この曲は卒業曲だからすごく染みちゃうかも。あ、乃木坂さんのこの曲歌わせていただきます。やめられない漫画を途中で閉じて、顔を上げて気づくように、居心地いいなってもいつの間にか影になって黄昏る。君と会って過ぎる時間忘れるくらい夢中で話した。僕の夢はここではない、どこかへ帰り道は、帰り道は共回りをしたくなるよ。どこ行けば、どこいつのか、過去の道なら迷うことがないから。弱虫、新しい世界へ、今行きたい、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 強くなりたい。寂しくと感じるのは見慣れた景色と違うから、いつもの高架線が見えなくなって、どこにいるかわからない。人は誰も変わることに慣れていなくて、昨日と同じように、今日も明日もここにいたくなるんだ。知らない道、知らない道、あと何回歩けるだろう。夢の方へ、愛の方へ、風は道を選んだりはしないよ。このまま真上の標識でも行くんだ、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 戻れなくても。
悲しいけど大事な別れだ。もっともっと広い世界知らなきゃいけない。いつかきっと違う道を選んで見輝く未来のためと互いに分かるだろう。風のように風のように思うままに生きてみよう。過去がどんな眩しくても未来はもっと眩しいかもしれない。帰り道は遠回りをしたくなるよ。どこへ行けばどこに着くか過去の道なら迷うことがないから。弱虫新しい世界へ今行きたい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 強くなりたい。好きだったこの場所大切な思い出ございました。帰り道は遠回りをしたくなるでした。それではもうラストの曲に行きます。もうこれも泣いちゃうよ。あった、よし、最後に曲歌わせていただきます。聴いてください。本当は今でもそばにいてほしいよ。だけど君を引き止められない。見つめ合うほどに切なくなるんだ。不意に思い出がじわるで一人きり悩んでいたことをずいぶん
生決心したなら僕は微笑んで見送ろう。あの日の出会いに悔いはない。 Thank you 今日までありがとう。君を幸せになればいいって分かってはいるのに、乱れた切なくじわじわにじわむ。 Yeah 君の瞳から涙が溢れたら世界のどこにいたとしても僕が全力で駆けつけてあげる。だから心配しなくたっていいんだよ。自分の夢をやっと見つけたんだろう。勇気を出して踏み出すんだ。君がいないのは寂しいけど Someday その日が会おう。 Love you I say goodbye my darling。 はい、ということでありがとうございました。じわるデイズでした。もうこの曲は神です。本当に神ですね。はい、ということで以上今日の配信でした。ありがとうございました。そうカラオケをねずっとやりたいと思ってて、そうこの48グループ以外歌えるって聞いて、うわーそれは歌いたいなと思ったので歌いました。はい、ちょっとねところどころね、そうちょっとね歌えなかった部分もあって申し訳なかったので、またやるときはねちゃんと完璧にしていきたいと思います。それではランキング読みたいと思います。え待って、熊田は待って、熊田は来てるの、なになになに、うわー何このタワー、すごいタワー来てますね。ありがとうございます。え熊のなんか段みたいな、ありがとうございます。ちょっと喉がね痛くなってきましたので、じゃあタワーありがとうございます。ありがとうです、ありがとうございます。それでは最後にねちょっとランキング読みたいと思います。10本分、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10タッサンありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。よいしょ、よし、うん、歌お歌の配信やるのでお楽しみに。そしてね今ねソロライブがね8月25日にありますのでね、皆さんぜひいらしてください。お待ちしてます。8月25ですので、そう25だね、合ってますよね。あ行きます、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。ちょっと足がめっちゃ痺れてきた。はい、場所はゼファーホールでありますね。8月10日の、10時から、一般販売が始まりますので皆さんぜひいらしてください。いっぱい歌聴けるよ、私の生歌お待ちしてます。え、あーそうそうそう、お待ちしてます。絶対来てね、絶対に来てくださいね、お待ちしてます。絶対チケットを取って来てね。ありがたいことにねすごく応募数が多いらしくて本当にありがたいです、ありがとうございます。じゃあそれではランキング読ませていただきます。よいしょ、13位の方からいきます。13位、ファントムアットチーム301さん、ありがとうございます。あそう、お名前呼びできるようになったんですよね。12位、レナさん、ありがとうございます。11位、ヨッチアットチーム301さん、ありがとうございます。10位
位カオルさん、ありがとうございます。9位マックスさん、ありがとうございます。8位いつでもどこでも店頭さん、ありがとうございます。7位テラちゃんさん、ありがとうございます。テラちゃんありがとうございます。テラちゃんさん6位なおまるさん、ありがとうございます。まる。5位きみたんさん、ありがとうございます。4位ジャンマッサーさん、ありがとうございます。3位ガンバレットさん、ありがとうございます。2位タースさん、ありがとうございます。そして今日の1位はただの横浜市民さん、ありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。今日も久しぶりの配信だったんですけど、急にゲリラで始めたのにこんなにたくさんの方が足を運んでくださってすごく嬉しかったです。そう、歌いたかったからまた歌いますね。また歌います。ということで今日はありがとうございました。皆さんまたね、ソロライブ来てね。あ、11日にまず手をつなぎながら公演があって、14日も17日もE公演がありまして、19日は K2 の公演に出るのでお楽しみに、お楽しみに。じゃあねー、またねー、バイバーイ、おやすみでー。